阪神の戦力外、もう決まってしまう。こちらすでに貼られた7名の選手、こちらが戦力外候補となっております。サトテルもいらねえよ、岡田を辞めさせろや、オールスター終わったら監督に成績低迷の責任取らせて解任しましたと発表しろよ。佐藤輝明は270/30本は固定して使えば打つのに監督が2軍に落とすからやる気なくしてるやんか。佐藤輝明の方が監督より偉いからな。高山は日ハムに出して英語しもらおうや。サトテルみたいな超高級食材をまずい料理に仕上げてるのはどう考えても料理人が悪いんやで。腕のいい料理人連れてこいや。さすがに異論あるやつもおらんな。高山はもう1年面倒を見るんちゃうか。北条いつの間にか中途半端な選手になったよな。高山は吉田のライバルやってメジャーに売れるやろ。高山は放出したらよそで江越や藤波みたいに覚醒するかもしれんから出したってほしいわ。オリックス戦に投げさせないにほと回らんやろ。高山はよく去年の時点で切られなかったなと思うわ。秋山さすがにバテてんな。今年オールスケットやと残してよいのビーズリーぐらいな気がする。ビーズリーは可能性まだ感じるわ。ケラーは両方いらんやろ。いつでもランナー2人出してるし到底僅差では使えん。ご視聴ありがとうございました。